私は長い間海のことをよく知らないままに過ごしてしまった。水の流れに大きなエネルギーを感じ、深いその青に心を奪われた。海風を受けると心地よかった。だが実際には何も見えていなかったのだ。オーストラリアのシャーク湾が私に地球の歴史を囁いてくれる。この岩壁はもともと海の生物だった。地球全体が海に覆われていた頃、海に住む生物たちの無数の死骸が海の底に積もってできた広大な墓場なのだ。私は今、海の生物が作り出した酸素を吸い、大気に包まれている。強い潮の流れが砂をえぐっていく様子を見ても、この流れこそが生命の源だとは思わなかった。風が砂丘を形作る様子を見ても、地球や海との深い関係までは考えが及ばなかった。潮が乾き大地を白く染める様子を見ても、海が陸地にもたらす恵みまでは考えなかった。目の前に広がる海の草原には地上では見られない豊かな生命が宿る。そしてシャーク湾が語るのはそれだけではない。海こそが私たち人類のふるさとであることを教えてくれる。その昔、ここに現存する生きた化石が生命の起源となった。海面に生息するストロマトライトというバクテリアだ。この生命体が私たちの祖先であり、およそ40億年前から生息する地球上で最古の存在だ。私はここ、海から生まれたのだ。現在では海に面した場所で目にするのは私たち人間の姿ばかりだ。総人口は70億人に上る。私たちは世界を意のままに形作ってきた。海沿いには大勢が暮らす巨大な都市を作り、港を作り、土地を鳴らして工場を建設した。そして海が世界中から鉱物資源を運んでくれる。それをさまざまな形に加工していく。海には10万隻もの船が行き交っており、地球上の生き物も植物もすべて船に乗せられる日がやってくる。森までも運んでしまうのだ。私たちは食料を求め、休むことなく海へ出ていく。人間は食物連鎖の頂点に立つ存在だ。世界中のものを6億個のコンテナに詰め運ぶことができるのはもちろん海のおかげだ。海こそがグローバル化の立役者といえる。地球を制した私たち人間は次にどこへ向かおうとしているのだろうか。やり方が招いたのは乱獲による種の絶滅に地球温暖化、資源の枯渇、環境汚染だ。それも簡単には戻れないところまで来てしまった。現状を把握しさえすればおのずと事態の深刻さがわかる。いつから周りに目を向けることを忘れてしまったのだろうか。それを知るには全ての始まりまで戻ってみるとしよう。
誕生したばかりの惑星地球は激しい衝撃に耐え忍んでいた。太陽系からは隕石が降り注ぎ、地球に衝突を繰り返した。その中で形成された赤い嵐のような大気は窒素や炭素、水素、水蒸気を含んでいた。衝突する隕石などから放出されたものだ。地球の表面はグツグツと煮えたぎり、摂氏700度以上にまで熱せられた。やがてその温度が下がっていくと、水蒸気が水となって降り注ぎ、地球規模の洪水が起こった。40億年前のことである。大量の水が地表を覆い尽くし、水の流れが岩を浸食し削り取っていく。そうするうちに水は塩分を含んでいった。地球は塩水に浸された星となった。この塩水が海と呼ばれるようになり、ここに水の惑星が誕生する。7億年前、地表の温度が下がり氷河期を迎えた。2000万年もの間、地表を覆った氷はやがて火山活動で生み出された炭素の温室効果によって溶けることになる。その後も氷河期と温暖期が繰り返される中、地球の北極と南極に氷で覆われた場所が残った。この極地が地球の冷却装置としての役割を担う。一方、赤道近くでは太陽の熱で海水温が上昇する。こうした地域による寒暖差が力強い気流を生み出すのだ。それが風となり重要な使命を果たす。極地からの冷たく重い空気が赤道付近の暖かく軽い空気とぶつかる。そして地球の自転を受けて回転し、巨大な気流の渦を作る。その強い風が海面に触れ、水を押し流す。そうして力強い海流が生まれ、大量の海水が海を循環するのだ。気流の渦は何年も消えずに残るものもあり、至る所で海に流れを作る。この海の流れが海面の熱を分散させる。熱帯の暖かい海水が極地へ流れると、そこで冷やされることにより塩分濃度と重みを増す。そして
海の底へと沈んでいく。自らの重みで深く沈み込んだ海流は、極地の冷たい海水を海底へと運んでいく。やがて海底に到達した海水は海面へと浮上し、再び温められる。一滴の海水がこの循環を終えるのに、実に千年の歳月がかかる。この海水の循環が地球に温暖な気候をもたらし、その恩恵を受け、地球に生命が宿るのだ。太陽からの強い光と海流が出会った時、海面では驚くべき現象が起きる。宇宙からも見えるほど大規模で爆発的な生命の誕生である。その生命とはプランクトンと呼ばれるごく小さな浮遊生物だ。自ら動くことはできず、水中をただ漂っている。プランクトンの発生には太陽のエネルギーが必要だ。そのため日光が届く範囲、海面から水深100メートルまでの間で発生する。まずはじめに微細藻類が海の中に広大な草原が広がるように増殖していく。毎年地球上に発生する植物の半分がこの微細藻類である。銀河のような形をしたものもある。太古から存在する原生生物だ。見かけは多彩で複雑そうだが、ほとんどは単細胞で、計算や石灰の細胞外皮を持つ。この段階では植物と動物の区分は曖昧で、どちらとも言えない。中には緑色をしていても足が生えていて、太陽の光を求め海面へ移動するものもいる。微細藻類は二酸化炭素を吸収し、光合成によって酸素を放出する。私たちが呼吸する空気の半分が微細藻類によるものだ。海は地球の青き肺といえる。微細藻類が新たな生命の源になる。無数の草食性の生物が海の草原を食べるために集まってくる。ほとんどが数ミリメートルにも及ばない大きさの微生物だ。クラゲの仲間や甲殻類、貝虫類など数えきれないほどのグループに分類される。その中でも最も重要なのが小さなエビのように見えるオキアミだ。昼夜を問わず微細藻類を食べ続ける。そして貝足だ。足を前後に動かし跳ねるように泳ぐ姿はまるで海のノミだ。貝足は肉食性のプランクトンの格好の餌食となる。中でもこの矢印のような形をしたプランクトンは鋭い歯を持つ天敵だ。この世界では食うも食われるも紙一重だ。すぐに食物連鎖の上に立つ甲殻類が待ち構える。一瞬一瞬が生死をかけたサバイバルなのだ。プランクトンを研究することで海の歴史を読み解くことができる。30億年もの間、この海の草原で生物は進化を遂げてきた。
このようなゼラチン質の生物のように海の中だけで進化を続けてきた種もいる。水中という環境を利用し、伸縮自在の体を生かし、餌を飲み込むのと同時に進むこともできる。時には流れの中を進みやすいように互いの体を連結させることもある。一見混沌としたこの微生物の世界もうまく機能するようになっている。爆発的に増えたプランクトンも次第に消滅する。食べ尽くされることもあれば、見えない敵ウイルスの攻撃によることもある。ウイルスは生物の過剰発生を抑える生物学的役割を担っている。自然のバランスを保つのだ。海の生態系を底辺で支えているのは目に見えないプランクトンであり、食物連鎖でつながっている。冬が終わると、それまで海底で冬を過ごしたサバは海面へ上がり、海の草原へと餌を探しに向かう。魚はリーダー役を立てずとも綺麗に群れをなすことができる。それぞれが常に隣の仲間を意識し、適切な距離を保って泳ぐのだ。こうして自主的に組織を形成することが群れの基本だ。仲間と一緒になって餌を探せば、餌の豊富な場所を見つけやすくなる。餌を発見した一匹が動きで仲間に伝えるのだ。バショウカジキは海で最速の魚だ。そして魚を食べる。大きな背びれを使った安定した泳ぎで獲物を狙う。重さ100キロのバショウカジキは生涯で1000キロ分のサバを食べる。そのサバは1万キロの動物プランクトンを食べており、その動物プランクトンは10万キロの微細藻類を食べる。食物連鎖には順位があり、ピラミッド構造になっている。中には互いに助け合う魚もいる。オニイトマキエイはプランクトンしか食べず、その横幅6メートルもある大きな体に小さな魚をかくまう。そして小さな魚たちは体についた寄生虫を食べ恩返しをする。世界最大の魚、ジンベエザメと共生する魚もいる。ジンベエザメはプランクトンを求め世界中を回遊するが、小さな魚たちが一緒について回るのだ。
この広大な海の中では力を合わせることも重要だ。水深は4000メートル、地表の3分の2以上を占める広さだ。海を旅していると途中島々に行き当たる。ここインドネシアのラジャーンパットには20億年前に海水面が下がり現れた島が点在する。この石灰質の島は以前は海の底だった。オーストラリアのシャーク湾と同じく地球が海に覆われていた時代にプランクトンの無数の死骸が堆積してできたものだ。多様な潮の流れに岩が浸食され複雑な地形を作り上げた。化石化したプランクトンの島々が1500も群がる。ラジャーンパッドの島々は多種多様な生物が住む楽園だ。魚だけで1400種が生息しており、地球上の海洋生物の4分の1がここで見られる。この驚くべき多様性の源にあるのはやはり命だ。海を放浪する生活にも疲れ飢えに苦しんだプランクトンがこの新しくできた島々に出会い住み着いた。この5億年前の出来事が海に変革をもたらした。そのプランクトンをもとにサンゴ礁が形成されたのだ。サンゴという生物は日中ほとんど姿を見せない。私たちがよく見るのは石灰質の骨格で、サンゴはそれで身を守っている。骨格は木の枝や葉に似た形をしている。サンゴは褐虫藻と呼ばれる藻類を共生させており、その光合成で得た栄養を取り込む。そのため褐虫藻に太陽の光が十分当たるようサンゴは成長する必要がある。どのサンゴも光を求めて年に数ミリずつ成長し、場所取り合戦を繰り広げている。このサンゴの森は今地球上で最も豊かな生態系である。まさに海のオアシスだ。ここを隠れ蓑にする者もいれば、ここで獲物を狙う者もおり、それぞれに縄張りがある。生態系がうまく機能するよう、魚がカモフラージュや求愛のために変える体の色まで計算し尽くされている。
この美しい海の町には魚たちが寄生虫を取り除いてもらおうと遠くから集まってくる。サンゴ礁に来る多様な生物に間違いなく提供できるサービスだ。何百万年もの進化の過程で、それぞれの種がサンゴ礁での役割と居場所を見出してきた。オニカサゴはサンゴになりすまし身を守る。クモガニはわざと貝に寄生させることで周囲に溶け込み姿を隠す。ただじっと隠れる者もいる。人間が暮らす町と同じく、サンゴ礁での生活も自由気ままにとはいかない。そこに暮らす生き物が守るべきルールがある。守らなければ誰かの餌食になる。芸術的な身の隠し方をするタコがいる。敵の目を欺くために皮膚の色や形態まで変えることができるのだ。サンゴ礁には多くの生物が住み危険もあるが、産卵の場としてよく選ばれる。海の中でも子供が無事に育つ可能性が高いと言えるからだ。コウイカはサンゴの枝の中、奥深くに卵を隠し、他の魚に食べられないように守る。イソギンチャクの触手は猛毒だが、クマノミだけがその触手の中で生活できる。幼い頃から触手に触れることで免疫をつけているのだ。天然のワクチン接種でクマノミはイソギンチャクを隠れ家にすることができる。サンゴ礁についてよく知らずに来た者にとっては、この大きな町は危険に満ちている。この花のようにも見える海アザミは骨格を持たないサンゴだ。触手を使いプランクトンを捕食する。夜になるとサンゴ礁はさらに危険な場所になる。サンゴの生きた部分であるポリプは日中は見えないが夜になると現れる。このゼラチン質の生物はクラゲの親戚にあたり、同じように触手を使って狩りをする。獲物が流れに乗り運ばれてくるのを動かずじっと待ち受ける。近づきすぎたのが運の尽きだ。触手に触れたものはすべてその猛毒で動けなくなってしまう。獲物を生きたまま消化できるほど強力な消化酵素を持っている。サンゴは危険な捕食者だ。触手に捕まったら最後、逃げることはできず、ゆっくりと口に運ばれ消化されてしまう。年に一度、決まって同じ春の満月の夜に驚くべき現象が見られる。サンゴが繁殖の時を迎え、
おびただしい数の卵子と精子を海中に放出する。そして受精し、新しい命が芽生え、幼生と呼ばれるサンゴの赤ん坊になる。サンゴの産卵は年に一度、ほんの数時間で終わってしまう。それも、あらゆる種類のサンゴが一斉に産卵するのだ。サンゴの幼生は数日の間、流れに任せて漂い、遠くの地に行き着く。新しい住処を求めて旅立つのだ。この旅を生き延びた幼生が海底に定着し、サンゴの町は次の世代へと受け継がれていく。こうした繁殖は5億年もの間続き、サンゴは生と死を何度も繰り返してきた。空からも見える帝国のように広がったサンゴ礁は、地球最大の生ける建造物だ。海に住む生物は皆、遠かれ近かれ、この海のオアシスであるサンゴの森につながっている。ハタの群れが産卵のため、ポリネシアのサンゴ礁へと長い旅路をやってくる。普段は単独で行動するハタにとっては異例の大集会だが、繁殖のための隠れ家が必要なのだ。しかし、ハタだけではなく、獲物を求めてメジロザメも集まってくる。ハタは一生のうちに、メスからオスへと性転換をする魚だ。小さいうちはメスだが、成長するに従って、ある時からオスに変わるのだ。ハタが、卵子と精子を水中で受精させる。産卵を終え、弱ったメスは獲物になりやすい。サメの攻撃が始まった。多くのハタがサメの犠牲になる。しかし、ハタという種にとって、これは必要な犠牲なのだ。そうでなければ、ハタはあっという間に数が増えすぎてしまう。ここでも自然のバランスはうまく保たれている。捕食者の上にはさらなる捕食者が待ち受ける。シュモクザメは恐ろしいハンターだ。2000万年前に進化を遂げた脅威の捕食者だ。ハンマーの形をした頭がヒレのような役割をし、機敏に動くことができ、目が離れてついていることで立体的に物を見ることも可能だ。魚だけではなくサメも餌にする。食物連鎖が種の進化を左右するのだろう。そしてここで私たちが登場する。そう、人間である。食物連鎖の頂点に立ち、私たちを狙う捕食者はいない。私たち人類は、海の生物とは海面を挟んだ反対の空間に登場し、陸地を占拠した。遥か昔、私たちは身を守るため村を作った。パナマのサンブラス諸島に、昔からの形で今も残っている。魚のように泳げない私たちは、海を渡るために船を考え出した。
そして人間以外には思いもつかない世界を作り上げた。町を作るために島と島の間には橋を渡し、海はもはや障害ではなくなった。山を抜けるトンネルを掘り、水の流れを変え、人工の島まで作り上げた。私たちはサンゴ礁の町より大きな帝国を築いた。その巨大な姿は空からも一目瞭然だ。弱い生き物である人類は知能を駆使することで強い存在として君臨した。貧富の別なく、人類の半数が水のある場所から100キロ以内の場所に暮らす。アフリカのサハラ砂漠より南の地域の人口はまさに海岸線上に集中している。ナイジェリアのラゴスの町には1700万人が暮らしており、そのうちの10万人以上の人々が水上に建てた小屋で生活している。人口が集中し、陸地に住む場所がなくなると海へとその場所を求めたのだ。世界の人口も増え続けており、ついに70億人を超えた。世界のどこかで毎秒2人子供が誕生し、養う必要が出てくる。それには食料が必要だ。そこで私たちが向かう先はといえば海である。30億人の人間が海の資源に頼って生きている。そのうちのおよそ10億人は魚だけを動物性のタンパク源としている。海が命綱なのだ。毎日400万隻の船が海へ漁に出かける。その大半はこういった小舟だ。セネガルの海岸では毎朝こうして荷を下ろす景色が見られる。かつて漁は家族単位で営まれ、親から子へと代々受け継がれていく仕事だった。漁は危険な仕事だが、陸地で食べ物が取れないと貧しい者たちは海を頼った。二次的な雇用や従事者の家族も含めると、漁業は世界中で5億人もの人々の生活を支えている。ここに豊かな海の恵みを見て取れる。海の恵みは魚だけではない。遥か昔から海岸で取れる海藻も重要な食料としてきた。海藻は35億年前から存在している。私たちは穀物と同じく海藻も栽培してきた。海藻はたった6週間で収穫できるまでに育ち、必要なものは日光と海水の流れだけだ。
現在インドネシアのバリでは栽培した海藻から増粘剤などに使われる成分を抽出する産業が盛んだ。1500万トンもの海藻が栽培され世界中へ輸出されている。緑や赤、褐色の海藻が薬や布、肥料に食料と様々な分野で生かされている。私たちは海を線引きして小さな区画を作り、入り江を養殖場にする。50万ヘクタールを超える広さの海で海藻が栽培されており、100万人の生活を支えている。韓国のワンドでは200以上の島々を海藻の養殖に利用している。こうして一面に広げられた巨大な網の上で海藻を日光にさらし乾燥させている。3万種の海藻が存在するが、食用にできるのはたったの50種に過ぎない。この昆布は3メートルにまで成長する大きな海藻だ。昆布はアジアの国々でよく食される。甘みのある海藻でタンパク質やミネラル、ビタミンを豊富に含んでいる。人間が漁を始めて4万年になる。漁法にも絶えず改良を重ねてきた。今や漁業は家族で営むものではなく、技術や投資がものを言う一大産業へと発展した。漁獲量を上げるため漁師は船団を組む。漁業に劇的な変化をもたらしたのはトロール漁法の発明だ。ジンベエザメの口を思わせる大きな網で魚を根こそぎ取る。40キロにも広がる大きな網を使うこともある。そして工場のような船が海に出る。魚群探知機やレーダーを使うなど漁の効率を上げるためあらゆる工夫がなされる。世界で捕獲される魚は年間9000万トンに上る。そして数ある漁船のわずか 1% がその半数を捕獲するのだ。トロール船も網もあまりにも巨大なため、無差別に獲物をすくい取っていくしかない。その後で市場価値を踏まえ仕分けをするのだ。カタクチイワシもスケトウダラも大西洋ニシンも全て容赦なくすくい取る。人間による乱獲は止まらない。科学者が漁獲割り当て量を決めてはみるが、誰も守りはしない。世界的に見て市場価値のある魚種の 80% がすでに捕獲され尽くしたと言われる。漁業は壁に突き当たり、生物学的な限界に達した。なぜここまで来てしまったのだろう。漁の犠牲となる魚も少なくない。商品にならないと判断され捨てられる魚や網の中でぶつかり合って傷つき死ぬ魚もいる。
まさに無駄死にである。海面近くの魚を取り尽くすと、次に狙うのは深海だ。トロール船で水深3000メートルを網でさらうことができる。生態が詳しく分かっていないような生物まで闇雲に捕獲する。暗闇の中、孤独で飢えた深海の生物だ。海底に近づくにつれ、光は届かなくなる。暗闇の世界にも生命は息づき、神秘的な姿を見せる。水深100メートルあたりに生息する有刺動物だ。このゼラチン質の生物は表面に光る部分があり、これで敵を撃退する。さらに深い水深1000メートルあたりの海にはクダクラゲの姿がある。クダクラゲは最大のプランクトンで、長いものは50メートルにもなる。体が長く成長していくわけではなく、個体が連なった状態なのだ。一方の端には消化器官があり、もう一方には水中を漂うための浮き袋を備えている。その両端の間には網を張り、海面から沈んできた餌を待ち構える。深海を覗くと、まるで太古の世界へタイムスリップしたかのようだ。2000種ほどの深海魚が生息していると言われる。そしてそこには恐ろしい逸話がある。蓬莱エソは自分より大きな魚も襲う。風船ウナギはそばを通ったものを何でも人飲みにする。水深1500メートルの深海で生き抜くのは大変だ。水深3000メートルの地点に光は届かない。そこはコウモリダコの王国だ。イカやタコの進化前の形を今に伝えている。コウモリダコの血液は銅を含むため青い色をしている。さらにわずかな動きも見逃さない大きな目が光る。暗闇に適応するように進化したのだ。海底に沈んだ魚の死骸にカニやウナギ、肉食性の海綿が群がっている。そして泥の中の目に見えない無数のバクテリアが最後のかけらまで分解する。ここ深海では生物の寿命は長く、中には150年生きるものもいる。長生きの秘訣は海の底、水深4000メートルでの高い水圧にあるとされる。深海の酸素は乏しい。まだよく解明しきれていない深海の世界にも、人間はさらなる資源を求めて進出していく。現代社会には欠かせない石油を得るためだ。海にあるのは塩水だけかと思われるが、実際には生命と化学、地質学とが相まった場所だ。生物の排泄物や死骸、海藻の粒子が海底へと沈んでいき、分解されながら白く雪のように見えるマリンスノーとして海底に降り積もる。何百万年もかけてプランクトンの死骸が海底に堆積していく。主な成分は炭素だ。
それが何層にも重なって石灰岩となり、海底が隆起した時にその頂上が現れる。この死骸の堆積物が石灰岩を形成しない場合もあり、ゆっくりと溶けて有機化合物となる。ドロッとした黒い油、石油だ。石油は海底にも陸地にも地球上の至る所に存在する。陸地もかつては海に覆われていたからだ。私たちはまず浅いところから採掘を始めた。しかしその場所の石油も底をつくと、より深い場所へと掘り進めていった。現在7000メートルの深さまで調査を進めている。近い将来到達するには困難な場所にも挑み、海底に眠る最後の石油を掘り起こすのだろう。これはプランクトンという命を燃やす炎なのだ。世界の海には2万もの油田がある。100万年かけてプランクトンが堆積し石油になったものを、私たちはたった1年で燃やしてしまう。産業革命がこれまで地球に与えてきた損失は1億年分に相当する。私たちは超大型の石油タンカーで年間20億トンの石油を輸送する。石油は文明社会において主要なエネルギー源となっている。このエネルギーが人類に様々なことを可能にした。タンカーが運んでいるのは、海で生命が築いてきた歴史だとはもはや誰も思い出しもしない。産業革命は私たちの生活に変化をもたらしただけではなく、地球の様相をも変えてしまった。船の必要性が高まり、海と海をつなぐためアメリカ大陸を2つに分断したのだ。ジャングルを80キロメートル切り開き、パナマ運河を作った。年間1万3000隻もの船が往来している。45分ごとに船が運河に入っていく。運河の水量を調節するため巨大な人造湖を建設した。このガトゥン湖に雨水を蓄えるのだ。雨が少なくなると運河に技術的な問題が発生する。鉱物資源や燃料、車両を運ぶ輸送船や航船、客船などあらゆる船が見られる。商品の4分の3は海を介して運ばれるという。海上貨物輸送のエースはコンテナ船だ。全く同じ形をしたコンテナを大量に積み込み運んでいく。世界の富裕層が工場を動かせば新たな富が生まれる。そのため小さな村々は大都市へと姿を変えていく。ここパナマ市もかつてはジャングルだった。それが今では大金が流れ込む大都市だ。ロッテルダム、ダーバン、サンフランシスコ、シンガポール、船が大陸間を縦横無尽に行き来する。
海を介して世界の街はつながっているのだ。すべての航路がアジアを目指す。世界で上位50の港のうち11の港は中国にある。中でも目覚ましいのは上海だ。上海市内から全長およそ30キロの橋を渡った埋め立て地に港が建設された。世界最大級の港だ。広い波止場では巨大なクレーンで年間3000万個のコンテナを積み下ろす。コンテナは他の船に積み替えたり港に保管されたりする。そのコンテナが次に何を積みどこへ行くかは分からない。空のコンテナに荷物が積まれ、荷物の詰まったコンテナは空にされる。コンテナ輸送はゲームのようだ。6億個ものコンテナが海を移動しており、私たちの世界をつなぐ重要な役割を担っている。海がグローバル化を可能にしたのだ。コンテナ輸送の需要は高く、過去10年でコンテナ船の数が3倍に膨れ上がった。現在3000隻の貨物船が日本、中国、韓国の造船所で建設中だ。この3カ国で世界の生産量の 90% を担う。ここでは全てが特大サイズだ。巨大な造船所では1万人以上が働いている。個々のパーツを加工し船を組み立てていく。船の全長は400メートルを超え、フットボール場4面の広さだ。造船業は他の産業のニーズに応えるように成長していった。各国の工場がここに進出してきた。海のおかげで各産業がグローバル化できたのだ。一隻の船で森を丸ごと工場まで運ぶことも可能だ。そして紙や板材、家具などの製品へと加工される。中国は世界トップの木材の輸入国だ。海がある限り世界中の森林に伐採される危険がついて回る。毎年5億トン以上の原料が海を渡って上海に運び込まれる。鉄鋼、石炭、木材、銅など全て地球から剥ぎ取った貴重な資源だ。港の周辺には工場がひしめき、それぞれの工場が原料の加工から組み立て、包装を分業し、完成した製品を世界中に輸出する。世界の70億人の生活にこの場所がつながっている。この海で漁師は何を取るのだろうか。工場から汚染物質が流れ出すおぞましい海で、世界中で目覚ましい成長を見せる都市、上海はそのシンボルともいえる。巨大な町上海の人口は2300万人を超える。6000棟以上の建物がそびえ立ち、
さらに2万の建物が新たに建設中だ。せめぎ合うようにビルが立ち並ぶ。上海、そして中国は世界の国々が羨む急成長ぶりである。この街の繁栄は海の玄関口であるからこそだとも言える。水の惑星は私たちのものとなった。だがそれは間違いではないだろうか。私たちのふるさとであった海は昔の姿を失ってしまった。200年もかからないうちに地球が40億年かけて築いた自然を私たちは破壊してしまった。自然の美しさには目を向けず、私たちが自然から何を得られるか、どう利用できるかしか考えない。私たちの存在が周りの生物を苦しめている。人間は至る所に足を踏み入れる。マッコウクジラは頭を下に向けた状態で休み、夢を見ると言われる。夢を見ているのは人間の方だ。このまま永遠に繁栄を続け、何の影響も出ないと思っている。海では10万隻の船が絶え間なく行き交っている。私たちは必要だと思えば思うだけ機会を増やす。私たちが何をしようとも、人間の文明社会は確実に周りの自然を破壊していき、人間に近づく全てのものを汚染という危険にさらす。巨大なモーターを回すため膨大な量の石油を燃やし、海や空に汚染物質を撒き散らすのだ。北極や南極の氷が温暖化の影響を受けて溶け始めている。この地には工場も機械もない。私たち人間が放出する炭素が温暖化の原因だ。私たちの社会に欠かせない石油など、化石燃料を燃やすことで海水温が上昇している。北極の氷が溶けることで深刻な問題が生じている。これまで氷に覆われ閉ざされていた海面があらわになる。するとそれまでは氷が反射していた太陽の熱を海水が吸収する。この現象がどんどん拡大し、海自体が温暖化を加速しているのだ。グリーンランドは真水でできた氷河に広く覆われている。温暖化の影響で溶け出した真水は海へと流れ込む。地球をめぐり、気候を安定させる役割を担う海流の大循環が次第に妨害されていく。どんな結末が待っているのだろうか。人類史上経験のない変化がもたらす結末は誰にもわからない。
北極圏から遠く2万キロ離れたこの海はすでに気候変化の影響を受けている。その変化は海面からではわからないため、熱帯のサンゴ礁に潜って確かめるとしよう。世界第2位の広さを誇るベリーズのサンゴ礁にある巨大なブルーホールだ。サンゴは温度変化に非常に敏感だ。1度未満の温度変化が数週間続くだけでサンゴは死んでしまう。後に残るのは白くなった死骸だけだ。白くなってしまったサンゴ礁が急速に増えており、科学者たちは危惧している。この50年で地球上のサンゴの4分の1が死んでしまった。サンゴの死自体だけの問題ではなく、サンゴの消滅による影響が懸念されている。サンゴの死で海のオアシスは砂漠と化すのだ。広大な海に目を向けると別の問題も潜んでいる。サンゴの次はプランクトンの健康状態が深刻な状況だ。私たちは海について発見を始めたばかりだが、科学の果たすべき使命は増すばかりだ。科学者は海洋生物に起きている変化の解明に努めている。海洋生物は私たちの食料でもある。食物連鎖を支えるプランクトンは海水温が安定している北極圏へと移動しているという。50年の間に1200キロも北へと場所を移した。このプランクトンの移動はすでに海洋生物に影響を与えている。クロガネウシバナトビエイは毎年餌を求めて大移動をする。その旅が年々北上の一途をたどっているというのだ。地球温暖化は海の生態系を破壊している。そして海の変化に合わせ人間も漁をする場所を変える。人間が漁をやめることはない。世界の漁獲量の4分の1を占めるチリでは、多くの漁師たちとその家族の生活を海が支えている。船の借金を抱える人も多い。商品価値の高い魚はどんどん取れなくなり、残った魚を狙うしかない。昔はチリ産のイワシやペルーカタクチイワシは食べなかった。しかし今では年間1000万トン以上水揚げしている。この海域に残されたわずかな種を容赦なく追い込んでいるのだ。チリ沿岸には海底から海面へと昇る強い海流が見られる。プランクトンが豊富でイワシがよく取れる。この上昇流と呼ばれる海流が海水をかき混ぜ栄養を運んでくる。上昇流に集まった小魚をアシカや水鳥が狙って集まってくる。チリでの漁はとても大きな引き網を使い、一度に40トンも捕獲する。網にかかった50万匹の魚は機械で船へと吸い込まれていく。イワシの寿命は2、3年で繁殖のスピードも速い。
人間が加速させた世の中で、イワシはしがみつくように何とか生き抜いている。魚を取っても私たちが食べるのではなく、養殖場で魚の餌として使うことも多い。全世界で年間2500万トンの海水魚が養殖されており、ほとんどがノルウェー産かチリ産である。養殖するのはタイやサケ、シーバスなど商品価値の高い魚だけだ。養殖で1キロの魚を育てるには4キロのイワシが必要になる。養殖業もまた自然界の恵みに頼っているのだ。イワシが取れなくなった時、私たちに残された道はあるのだろうか。資源が底をつけば、私たちはより遠くを目指す。陸地から遠く離れれば、そこは自由の海だ。海の3分の2はどの国のものでもなく、そこにある資源は先に取ったもの勝ちだ。西アフリカでは悪質な船主が貧しい漁師たちを魚が豊富な遠洋へと送り込む。漁師たちはボロボロの船に置き去りにされ、運が良ければ月に一度食料が届けられる。人も船もこれ以上ないほどひどい扱いを受けるのだ。モーリタニアのヌアディブにある港は船の墓場になっている。ここで他の船に乗り換えるのか、何百隻もの大破した船が放置されている。アフリカのように取り締まりの緩い場所に違法な漁船が集まる。違法な漁船で取った魚は許可を受けた船に沖で積み替えられ、国際市場で堂々と販売される。違法漁船による漁獲量は2600万トンと推定されている。世界の漁獲量の4分の1だ。利益の追求が海を苦しめる。海では捕食者にあたる大型の魚の生物量が 90% も減少した。そのうちの一種、大西洋クロマグロも絶滅の危機にある。それにもかかわらず地中海での漁は合法だ。産卵のために地中海に集まるマグロが犠牲になっている。マグロは大きな網で囲い込むように捕獲する。そして生きたまま持ち帰り、生けすで太らせた後、国際市場へ出荷するのだ。マグロは高級魚だ。300キロ級の大物のマグロは50万ユーロを超える高値で取引される。人間社会に腐敗や嘘はつきものだ。マグロの漁にヨーロッパ諸国から莫大な助成金が出ている。漁獲規制や割り当て量は守られず、種の保存のための予防措置は取られていない。漁獲規制という昨今の取り組みにもかかわらず、大西洋クロマグロは絶滅の危機に瀕している。誰のものでもないからと、大金が得られるからと、私たちはこの財産を取り尽くそうとしている。未来には何が残るのだろうか。現在、世界各地の400の水域で資源が枯渇し、
生物が死に絶え、生命が維持できない状態に陥っている。その一方で急増する生き物もいる。クラゲは10億年前から地球に生息し、あらゆる絶滅の危機を逃れてきた。クラゲの天敵はマグロだが、そのマグロの激減により長い間保ってきたバランスが崩れてしまった。世界各地の海で科学者や漁業関係者がクラゲの大発生を確認している。均衡の崩れた海に私たち人間がいずれ苦しめられることだろう。私たちの住む場所から遠く離れた海の彼方に別の問題が潜んでいる。私たちの産業活動に伴う汚染物質が海流によって海全体に運ばれていく。1平方キロメートルあたり4万6000ものプラスチック廃棄物が海を漂う。この鳥を殺したのは、ここから何千キロも離れた私の家から出たゴミなのだ。私たちは年間60億トンものプラスチックを海に廃棄している。プラスチックは分解されることなく、ただ小さな破片となっていく。こうして鳥が食べるものは魚も食べるだろう。そしてゆくゆくは海の魚を取って食べる私たち人間の口に入るのだ。海を汚染することは自分たちに毒を盛るのと同じことだ。私たちはあまりにも広大な海を見て無限に資源があると信じてきた。だがそれは大きな間違いだ。海の再生能力には限界があるということを私たちは学び、海と共存していかなければならない。遥か昔から地球上の全ての生き物は自然の周期や限界を犯さないようにしてきた。それが自然の均衡を保つ法則の原点なのだ。私はいつまでも地球で暮らしていたいと思う。この先もこの星に居場所があることを願う。
長い間魚たちを見ていて思った。私たちと魚には共通点がある。集団の中で周りの合意を得ながら暮らし、一人が間違いに気づいたとしても劇的な方向転換をして改めることはできない。しかしみんながその意識を共有し連鎖反応を起こすことができれば、地球上の命を救えるかもしれない。すぐにでも行動を起こせるはずだと信じたい。1992年リオデジャネイロで地球の未来について話し合う国際連合会議が開かれた。地球サミットと呼ばれたその会議に各国の政治家が集い、地球を守るための2500の提案に関して投票を行った。新しい時代の幕開けだったと信じている。しかしそこからの道のりは長く険しいものだ。あれ以来数多くの国際会議が開かれ、別の地球サミットも開かれたが、成果はほとんど出ていない。批判への恐れや各国間の競争、政治腐敗、消極的な姿勢など多くの要素に阻まれ、行動に移せていない。しかしこの20年で私たち人類は飛躍的に前進した。環境への認識は深まり、環境破壊を懸念する声が高まってきた。しかしまだ不十分である上、私たちには時間がない。このままでは悲劇的な結末を迎えることになる。ここは海に面した町であるにもかかわらず、汚染が激しいため海には入れない。泳ぐためにはプールを作るしかなく、世界でも指折りの美しい湾だと称賛された海に入れば健康を害する恐れがあるのだ。リオデジャネイロの街を見下ろす丘の上には、普遍の存在を象徴するキリスト像が立つ。その姿は私たちを守るかのようであり、じっと海を見つめているが、何をしてもらえるのだろうか。どんな宗教も信仰も私たちを救えはしない。天国に入る約束を取り付けている場合ではない。私たちの知恵だけが未来を予見し、備える力を与えてくれる。今なら方向転換はできる。地球とどう向き合っていくのか、血の通った責任ある選択ができるはずだ。水の惑星にこれからも住み続けるために。